関門急行線は、かつて、日本国有鉄道、西日本鉄道、山陽電気軌動、関門急行バスが運行していた自動車路線である。1957年7月、国鉄バスでは、国鉄自動車の基本方針として、従来の国鉄自動車の4原則に加え、都市間の幹線にバスを運行することで、鉄道輸送の保管を図るという方針が示された。 これを受ける形で、関門トンネルが1958年3月に開通することを踏まえ、国鉄バスは、鉄道の直通していない北九州と山口、上地区に自動車路線を開設し、鉄道輸送を補完する計画を立案した。ところが、この計画路線の沿線は、傍聴交通、山陽電気、西鉄などのバス事業者が営業エリアとしている地区であった。 これらの沿線事業者が関門国道トンネル経由のバス路線を計画したほか、関門海峡を運行していた船舶事業者もバス事業に参入の上バス路線を計画した結果、国鉄バスを含めて7社の競り願いとなった。7社は全てが互いに対立していたわけではなく、国鉄バスの長距離路線進出に反対する民間事業者と鉄道の保管を主張する。 国鉄バスとの争いとなった。この争いに終止符を打う。この結果、民間事業者は合弁会社を設立の上、国鉄バスとの相互乗り入れ路線として運行することで合意となった。この協議の中で、国鉄バスが山口県西部に営業エリアを拡大するのと引き換えに、周報道から山口へは、山陽電機が山口から萩へは、傍聴交通が乗り入れることになった。 これを受けて1958年2月に国鉄バス、西鉄、山陽電機軌道の3社に対して路線が免許された。西鉄、山陽電機に対する認可は、新会社設立までの暫定的なものであった。こうして、関門国道トンネル開通の翌日である1958年3月10日より、山口と博多の間 165km を5時間15分で結ぶ。 関門急行線の運行が開始された。この区間では、国鉄バスが6往復、西鉄が5往復を担当した。このほか宇部と八幡を結ぶ路線も、西鉄と山陽電機により運行された。同年8月、新会社、関門急行バスが、西鉄、山陽電機、傍聴交通、山陽急行バス、関門海峡汽船の5社の出資により設立され、 関門急行線は同社と国鉄バスの相互乗り入れに変更された。なお、国鉄バスが方針として示した鉄道線の保管については、1962年に国鉄自動車問題調査会の答申により、確定されることとなった。これを受け、国鉄バスでは、岡山から九州までを国鉄バスで一貫輸送するという構想を立案し、 関門急行線と接続する形で、広島と山口を結ぶ区間を、瀬戸内西線、岡山と福山を結ぶ区間については、瀬戸内東線と解消されている。しかし、この構想は、途中の事業者との調整が難航し、実現しなかった。さらに、山陽本線の電化と引き換えに、利用者数は減少の一途をたどり、かつて、瀬戸内東線。 瀬戸内再生の構想により運行された長距離路線も当時運行の中止や運休となっていった。1972年には国鉄中国地方自動車部が運行から撤退した後も現便の上の関門急行バスと国鉄九州地方自動車部のみで運行が継続されたが1977年に路線は休止となり1978年10月に 正式に廃止された。存在意義のなくなった関門急行バスは会社解散となった。国鉄バスでは開業当初は当時最大級のリアエンジンバスであった不装 R450 型、R460 型を投入した。パワーステアリングエアブレーキ、冷房装置、リクライニングシートを装備した車両は当時としては最高級の車両であった。現在、 関門国道トンネルを通過する路線バスは存在しない。本路線の運行に携わった西鉄と三田交通は関門橋経由で下関駅と文字港駅を結ぶ急行便を運行していたが、これも利用低迷により廃止している。2001年3月1日からは西鉄と三田交通により下関と福岡天神を結ぶ高速バス福福。フクフク 天神号の運行を開始している。なお、下関側から小倉慶林の送迎バスが関門国道トンネルを通行している。関門橋線また、国鉄バスの事業を継承した JR バスでも、同年10月19日より博多と山口、宇部を結ぶ高速バス、福岡、山口ライナーの運行を開始している。鉄道ジャーナル1984年6月号、特集。 国鉄バス 1984P65、ハット ABCDEFGH、バスジャパンハンドブックシリーズ5中国 JR バス P25、バスジャパンハンドブックシリーズ9四国旅客鉄道、九州旅客鉄道 P17 ハット ABC、バスジャパンハンドブックシリーズ5中国 JR バス P26AB、バスジャパンハンドブックシリーズ5中国 JR バス P271975 年に、 元の路線名に再解消されている。バスジャパンハンドブックシリーズ旧四国旅客鉄道、九州旅客鉄道 P18AB、バスジャパンハンドブックシリーズ後中国 JR バス P30、鉄道ジャーナル1984年6月号、特集、国鉄バス 1984P67、現在の宇部新川駅。当時、宇部駅は西宇部駅を名乗っていた。ちなみに、 関門海峡を横断するバス路線は高速道路の構成物である関門橋を通る路線のみとなり、テレビ東京のローカル路線バス乗り継ぎの旅が高速道路を通らないバスだけで出発地からチェックポイントを経由して目的地に向かわなければならず、その大9弾では唯一本州から九州に向かう皇帝であるため関門国道トンネルの人道部を通って九州に上陸した。 ありがとうございます。